にちは、ギタリストの富田です。今日はですね、僕がハーモニックマイナースケールをアドリブで使えるようになったその練習方法を紹介したいと思います。はい、で今回はジャズスタンダードで非常によく出てくる D7 っていうコードですね。特にその枯葉ですよね。枯葉の D7 のところでどういう風に練習するべきなのかっていうのを紹介できればなと思います。今回は D7 の部分で使うので、使うスケールは D の HP5、 これはG のハーモニックマイナーを5番目の D の音からスタートしたスケールになります。ではまずポジションから確認していきましょう。まずポジションを覚えるところが最初のステップなんですが、ここからが大事なところです。で、ステップ2では、4度進行した次のコードの5度の音に着地するっていう練習をします。で、今回は D7 で説明するので、D7 の4度進行したコードっていうのは、この場合だと Gm ですね。枯葉に応用してもらいたいので、D7 から Gm に行く。というところを想定してやりたいと思います。で、4度進行した先 Gm7 の5度の音っていうのはこの D の音ですね。 D の HP5 のスケールを弾きながら Gm7 に着地した時に D の音でぴったり合わせるという練習をします。で、まず大事なのが着地ポイントを覚える、着地するポジションがどこなのかっていうのを覚えるってことです。このポジションの中でD の音っていうのは、まあ、D の HP5 なので、まあ、ルートの音がそうですね。D で、4弦の12フレット。で、1弦の10フレット。この3つの場所。この3つの場所を目指してフレージングをしていく、アドリブをしていくっていう形になります。で、少しずつアドリブでこの5度の音に着地していく練習をするんですけど、まずはこの音にぴったり着地するにはどこからスタートすればいいかっていうのを覚えていきます。4弦の12フレットに着地する場合、ここが Gm の最初の音になるようにいきます。で、この時にここに向かって1小節丸々、要は8分音符を8つ弾いて、次の頭で D に落ちるというところですね。ではどこからスタートすればいいのかっていうと、ここです。 D7 目線から見るとフラット9です。この場所から始めてもらって、ここでしっかり Gm に着地をするという感じですね。これがまず一つ目です。で、これの全く同じオクターブ違いですね。6弦の10フレットに着地するには、今度は4弦の13フレット、フラットナイスの音からスタートします。まずはこの2つの流れっていうのを覚えてもらいたいと思います。これをしっかりこの D7 の時に弾いて Gm で着地。という感じですね。まずはこの2つ、スタートするポジションがどこだったら5度にぴったりいけるかっていうのを覚えていきます。はい、で、これに慣れたら今度はランダムに弾きます。この最後の D、 ここが Gm の1拍目になるように音をつないでいくとかとか、まあ、いろんなパターン、これを最初はぴったり合わなくてもいいので、しっかりと着地できるように狙っていく練習をしてください。逆算していく感じですね。着地のポイントに向かって逆算していく感じ。ただ単にスケールを降りてくるだけから抜け出せない人は少しずつアレンジをしていきます。音を飛ばしたり一回戻ったりとか、いろんな方法があるので、いろんなパターンを作ることができるので、自分の中でこう D に向かっていく、着地ポイントに向かっていく道筋っていうのが見えるように、完璧にそれをストックして覚える必要はないと思うので、アドリブの中でそれができるように逆算しながら着地ポイントに向かいながらアドリブをしていくっていう意識
思って練習するようにしてみてください。なんでまず最初は5度に向かって着地っていうところを練習してもらいたいです。でこれがなぜ5度なのかっていうと、着地先が例えばメジャーコードであっても5度の音は同じだからですね。同じ D の音なので、 G メジャー7に行こうが G マイナー7に行こうが5度は同じ D の音なので、まずは5度着地っていうのを覚えてもらえれば、メジャーコードに着地するときでもマイナーコードに着地するときでも同じフレーズを使うことができる、同じ歌い回しで弾くことができます。3度の場合っていうのはメジャーの時とマイナーの時で着地ポイントが半音違ってくるので、ポジションも変わるんですね。なのでまずは5度着地、どちらにでも使える5度着地っていうのを練習していってもらいたいと思います。ただまあこれもメジャー7やマイナー7の時であって、マイナー7フラット5とかディミニッシュとかに行ってる時は5度が全然違う音になってるので、ここは注意してください。続いてのステップは、4度進行した次のコードの3度に着地するっていうのをやってみます。で先ほども説明しましたけど、3度の音っていうのはマイナーの時とメジャーの時で着地先の音が変わるので気をつけてください。で今回は枯葉とかセカンダリードミナントの部分で使うっていうところを練習してもらいたいので、マイナーの3度に行くっていうポジションを紹介したいと思います。 G マイナーの3度っていうのは B フラットの音ですね。この音に向かって着地をしていく。でこれもスケールの音の中に含まれるので、スケール自体は変えなくていいんですね。なんでそのまま HP5 を弾き続けて、この B フラットの音、5弦の13フレットか2弦の11フレット、このどちらかに着地する、ここを狙って弾く練習をしてください。今回もこの B フラットにぴったり着地するにはどこから弾けばよいかってことなんですが、 B フラットに着地するには D7 の7度の音、2弦の13フレットから始めていただいて、これでぴったり B フラットに着地できます、ね、で今回もこのフレーズぴったり着地できる場所とスタートポジションを覚えたら、あとはもうランダムに弾きましょう。これもスタートポジション変えたりとか、アドリブの時はできるだけ D7 の時に F シャープの音をね通ってあげてください。これは枯葉の練習方法の動画でも話したんですけど、 F シャープの音っていうのはやっぱり D7 の時には非常に大事なので、必ず HP5 の中のこの F シャープの音を使って着地ポイントに向かっていくっていう練習、そこを意識するようにしてみてください。はい、ちょっとここまでおさらいします。まずは D の HP5 のポジションを覚えてください。で、その後で5度に着地する練習をする。そして3度に着地する練習をしてください。で、ここまでできたら基本的にはアドリブをしながら3度か5度のどちらかに着地をするっていう練習をするっていう感じになります。最終的には3度と5度の両方のターゲットの音が見えている状態を作れるようにしましょう。2つターゲットの音が見えていれば、どこから始めても大体近くにターゲットの音があるはずです。なのでターゲット1つしか知らなかったら、やっぱりスタートするポジションとかフレーズを始める、アドリブを始める音も決まってきちゃうので、なるべく多くのターゲットの音が見えているような状態に早くなれるようにしましょう。最初はもうぴったり着地できないことの方が多いので、そこはもう練習していく段階で少しずつ逆算しながらアドリブをしていくっていう感覚が身についてくると思うので、最初はぴったり G マイナーの1拍目でそこの音にたどり着けなくても OK なので続けてください。もし早めに着地しそうになった場合とかは、クロマチックアプローチ、例えば3度に着地したいってなった時に1音早くB フラットについちゃうことあるんですよね。こういう場合は一回 B フラット通り越して A のですねを挟んでから B フラットに着地する、最後が挟み込むような形であるとか、例えば5度に着地する場合で音が足りない時、この場合は半音で挟み込むような感じで音の数を合わせてあげる、こういうアプローチ、クロマチックアプローチであるとか、一旦飛び越えて戻ってくるっていうところ、その部分をアドリブでできるようになると、ぴったり合わなくても最後の最後で帳尻を合わせる、音数を合わせることができるようになります。これができると本当に毎回そのターゲットの音に着地するっていうのができるようになってきますので、スケールの音だけでぴったりいかなくてもアプローチの音であったりとか、一旦飛び越して戻ってくるっていう、そういう技術っていうのを身につけてもらいたいなと思います。使いどころについて簡単に説明しておきます。 HP5 っていうのはハーモニックマイナーの5番目のダイアトニックスケールなんですね。
なので基本的にはマイナーキーの曲の5度7に一番ぴったり合います。なので、まあ、枯葉の D7 っていうのは一番ぴったり合うところです。あとはマイナーコードに向かっていっているセブンスコードにはぴったり合います。着地先がマイナーの方が綺麗にサウンドします。どういう場合かっていうと、まあ、セカンダリードミナントですね。マイナーコードに向かっていくセカンダリードミナント、例えば5-7/6とか5-7/2とか5-7/3とかですね。度数で言うと3度のセブンスとか6度のセブンスとか7度のセブンスとか、そのあたりです。マイナーコードに向かっていくセブンスの部分で使ってあげる。ちゃんとそのコードが4度進行した先のマイナーコードに着地している場合はぴったり5度か3度に着地してあげると完璧にコード感のあるサウンドが表現できます。では実際に枯葉のバッキングに合わせて D7 のところで HP5 を使う。最初の方はぴったり5度か3度に着地できるフレーズとして入れたいと思います。で、徐々にそこの部分をアドリブにしてちゃんと3度か5度に着地できるように、まあアプローチなんかも入れたりしてアドリブをしてみたいと思います。はい、ということで今回は僕がハーモニックマイナーをアドリブで使えるようになった練習方法っていうのを紹介しました。まずはポジションを覚えてもらって、でその次に Gm7 の5度に着地をする練習、そして今度は Gm の3度に着地をする練習、このステップを踏んでもらって練習をしてもらえればいいかなと思います。最終的には4度進行した次のマイナーコードの5度と3度の位置っていうのはしっかり見えておく、そこをターゲットにしてアドリブをしていく、そういう段階を踏んで練習をしてもらいたいと思います。で、今回も枯葉でアドリブの実演をしました。そのタブ譜を公式 LINE の方でプレゼントしたいと思います。詳細は概要欄に記載しておきますのでぜひご覧ください。ということで今回の動画はこれで以上となります。少しでも参考になる点があれば高評価やチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。